はい。皆さん、こんにちは。今日はちょっと教育的な見地から GPT 図を作ってみました。それでも、素の AI での音楽作り、これも絡んで GPT 図を開発しました。今、画面に表示しましたように、親子教室、創造的な音楽と美術の時間です。というような、そんな名前です。 想像力豊かなキャラクターを作りストーリー性のある音楽も作成しますということで音楽と美術の授業のように親子で勉強できるそんなような面白い角度で GPT 図を作ってみましたでは早速やっていきましょう右の方には Please Chat in English ということで全て英語モードで使うこともできるように 世界に向けて発信をしています。そして通常は左側のスターター、一緒に音楽とお絵かき手伝ってというのを押していただきます。この GPT は果物の絵のヘッドホンというような架空のアイテムを作り上げ、それに基づいた音楽の歌詞と図柄を作る世界初の GPT 図です。 お子さんと一緒に想像力豊かなですね、世の中にはないようなものを作ってみようというようなものです。例えば、何をモチーフにしますかと聞いてきていますので、みかんの輪切り、こんな風に入れてみましょう。みかんの輪切りを使って何を作りますか。 ということで、ヘッドホンという風に入れました。みかんの輪切りをモチーフにしたヘッドホン、面白いアイディアですね。ということで、これを日本のアニメ漫画風なのか、子供のお絵描き風なのか、かわいいイラスト風なのか、みたいなのを入れます。その他にも入れることもできますが、今回は子供クレヨンお絵描き風という2番目を選びましょう。 そうするとメインキャラクターというものを作ってくれます。そして GPT がいろんな形で物語を膨らましてくれるストーリーも作ってくれるということです。こんな感じのかわいいイラストができました。ここで修正があれば修正を言ってください。これで良ければ OK とします。そうしましたらここで歌詞を作ってくれます。 基本は1番と2番というような感じで作ってくれます。そして、スノー AI で作るということが前提ですので、スタイルオブミュージックもこのように書いてくれました。そして、子供にも分かってもらえるように、ひらがなの役も作りますし、これはスノー AI 自体もかな感じで入れるよりも、ひらがなの方が 正確に歌うということもありまして、こんな形でひらがなも提案するようにしています。ここでもうその AI で作っていけばいいんですけれども、一応ですね、このストーリーにあった画像というのも生成してくれます。ここで描かない、描くというので、描きますということで1番押します。少なくともセクションが4つありましたので、 4枚の絵は描いてくれます。もし足らないものがあれば、こんな絵も描いてほしいというような形でプロンプトを打ってください。はい。みかんとヘッドホンということをテーマに、こんな形でイラストを描いてくれました。次も描きますか。OK。1番。はい。また1番。絵の描く部分は、ちょっと端折ってショートカットさせていただいています。 はい。このように説明というのもありますので、子供さんと絵本を読むような形で、これをお母さんが読んであげる。そんな絵本のような役割もするということです。次も描きます。まだ考えてくれているようです。4枚書いて、一応 GPT としてはこれで終わりということで、そんなメッセージが出てきましたが、いや、 もう少し追加してほしいなというふうな場合はですね、ここでサムネイルにできそうな絵をもう一枚、こんなふうに言うとですね、関連した絵をもう一枚描いてくれます。はい。こんな形でどん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 作っていくことができます。じゃあ、ここで音楽作りの方に移っていきましょう。はい。歌詞をコピーします。そして、スノー AI の方に行きます。 ちょっと作りかけのものがありましたので、すべて消しまして、そしてここに歌詞を貼り付けます。そしてスタイルオブミュージック、これも新たに作成します。これらは子供用の楽曲になるようなスタイルオブミュージックになっています。タイトルは適当につけましょう。 みかんのヘッドフォン。こんな風なタイトルにしておきましょう。これでクリエイトを押します。その AI の方が最近はとても混んできたというか課金をして使っている方がどんどん増えてきたのか、この生成時間が今まで以上にかかったりしています。上の方からできましたので聞いてみましょう。インターン はいこんな可愛い感じの曲になりましたもう一つの方も聴いてみましょう最後ちょっとしりれのようになりました。それらのつなぎ方とかいうのは僕が以前に動画をたくさん作っていますのでそちらの方を参考にしてみてください今日はそのつなぎ方とかいうのはお話はしません 概要欄にも貼っておきますので、そちらを見てください。じゃあ、2曲目を聴きましょう。いかんの輪切り、お日様みたい。微笑む君と歌いたい。ふわりふわりと空を舞う音楽の風に乗せてゆこう。オレンジのノートリズムに乗って。光り輝くメロディー、みんなで手をつないで歌おう。 から幸せが溢れるよアズルのピース」「ぴったりと合うように」「みかんの輪切りミニフィット」「笑顔一ひとつで世界が変わる」「音楽とともに夢を見よう」「オレンジのノートリズムに乗って」「光り輝くメロディー」「みんなで手をつないで歌おう」「ヘッドホンから幸せがれるよ」 はい。こんな感じの音楽になりました。このようにお子さんと一緒に創造的なキャラクターを作って、それを絵本のように、またそれで音楽を作って子供さんと一緒に口ずさむ。こんな形で今日はどちらかというと NHK の教育番組みたいな、そんなことができる GPT 図を開発しました。 エデュケーションという分類の方に入れさせていただいて、こんなことが親子でできて、そして GPT という未来のツールを一緒に学習できる、そんな一つのツールになればいいなというふうな思いで開発をしました。皆さんよかったら子供さんと一緒に楽しんでみてください。そして僕の方の YouTube では皆さんが s n o a i で作った作品たくさんの人に見てもらうというのはとっても難しいですよね。それを約8000人いてるチャンネルでですね、皆さんの音楽をお披露目しようというような s n o a i Creators Club というのをやっています。そのクラブでやっている音楽というのはこのように表計算の方で 全部管理していまして今の閲覧数とかそういうのをメンバーさんにレポートをしたりしていますそしてここをクリックするだけで皆さんが作ってくれたたくさんの音楽をですねリスニングして楽しんだりしてもらえるようなそんな工夫もしています皆さんの中でもせっかく音楽を作ったけど YouTube とかでなかなか見てもらえないそんなような方がおりましたら 概要欄のところから僕の専用サイトの方に行っていただいてそこでどんなような約束ごとで皆さんとやっているかというのを見ていただいてそしてもし一緒にスノー AI での楽曲作りをやろうと思った方がおられましたらまたご連絡をいただくといいと思いますそれでは今日もご視聴ありがとうございましたまたねー